タトゥー屋さん目指して11日目。堀氏は絵心ないとなれないのって質問なんですけど、上手くなくてもなれます。ただ、上手い下手関係なく、絵を描くのが楽しいと思える人じゃないと続かないお仕事だなと思います。見習いの間は当然ですけど、お給料は出ないので、バイトしながら空いた時間をすべて絵を描く時間に当てたりします。